生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。どうしたの情緒不安定じゃんそうよ、情緒が安定してないけど、あれちゃん常に情緒よ。最近情緒不安定よな。やめろ、 やめろや。最近やばいな、あれちゃん。なんか多分病気やめてよもう YouTube やめますわ。やめんの。新宿五丁目並木、金田ロッキーです。イエーイ仕事を上がっとうと言って恋愛下がんねん。あーこの間なんかおひえやめろよガチ汗に来た。やっぱりな、なんだもんもあげまん、あげまんです。今年に入ってからどう、あれちゃん。今年に入ってから、うん、人生は、いやなんかまあ別にいいこともなければ悪いこともないんじゃない。あ、そうなん。まあちょっとなんて言ったらいいんだろう、将来に期待してる部分はあるけど、うん、自分はなんかなんとなく1月に入ってから動画の再生数ちょっとまた伸び始めたりとかさ。確かに確かに。ちょっと2021年、もう2021年、そうや、近未来よな。もうでもこの2021年、まあなんかちょっと自分運気いい気がしてんねん、ちょっと。なるほど。そうで、みんなにどうやって今年運気いいからっつっていつももう歩いて回って言って回ってるわけやけど、いいことあったん。あった。あったんや。あったというか、まああのなんや、まあそれはゆくゆくお伝えをさせていただくとしてなるほどね。そう、まあでもちょっと今年のな運気がいいかどうかとかちょっとちゃんと見てみようかなっていうことで、今回はこちら新宿の5丁目にやってまいりました。イエイ。なんと新宿5丁目の兄貴ことロッキーさん、占い師さん、結構すごいな、あのヒカルさんとかね、なんかその辺の人とかとも一緒にコラボして、あ、占ったりしてる。そう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 、やってる方で、ちょっとまあすごい方ということなので、まあなんかちょっといろいろ占いをしてもらって、で私は恋に悩んでんのね。もうあんた知ってると思うけど、私は恋に悩んでんの。一向に実らない恋に。あんたでも何もしてねえからな。いやでも俺もじもじしてなんか好きなのにとかって思ったりして生きてるわけよ。でもさ、今年はちょっとついてるって言ってるけど、なんかちょっと自信はあんの？なんか占いで、いや今日今年マジでほんまについてますわって言われる自信は、うん、別にないことはないかな。ないことはない。ちょっと待って、占いあれじゃん、信じる？占い、いや結構信じる自分は。俺はいいことしか信じひんねん。ちょっとそれ都合のいい、だから都合のいい信じ方するなそういうタイプやねん、もう昔からそうやろもうもしも最悪やったら YouTube やめますわ。やめんの？もうやめます。だってもうあかんねやろ、 YouTube やめろって言われたらやめんの？そう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 、悪いこと信じひんのんちゃうの？そこはもう今日は信じるつもりで、今日はもう信じる覚悟で来てるなるほどね、うん、ちょっと早速行ってみよう、見てもらおう。ちょっと、うん、ここはピーンってやんの？あれあれ、何、お客さん？お客さんですよ。お客さん、ちょっと入ろう。はい、僕入っていいんですか？おお、ちょっとやめて、そんな急に来て、ね、ちょっとやめて、ちょっとあの本日やめてや、お供への選抜ありがとう。見ろ、風俗やない早速、はい、まあ、ちょっと私たち、まあ、ピロシキーズ、はい、あのまあ、エロいことばっかり言うロシア人という YouTuber でさせていただいてるんですけども、うん、まあ、先日ちょっととあるね、あの地方の番組のね、はい、ロケでご一緒させていただいたご縁からね、はい、ちゃんと見てもらいたいなと思って、はい、これやもんな、なんかちょっとランキングみたいな感じだけやったからな。そう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 、だから、まあ、私たちのね今後の、まあ、YouTube チャンネルの行方や、うん、あと相性がいいのかどうか、まあ、そうそうそう、ここの相性もね、めっちゃ喧嘩するんですよ。兄弟なんやろ？違うよ、違うの、兄弟ちゃう、え、兄弟って言えするやん。俺兄弟思っとった。なんやねん何よがとんねん、お前は。お兄ちゃんと思ってた。いや逆やし、うちの子と年上やしみたいな。でもすごいな君らな、なんかちゃんと番組回して仕切ってさ、こっちがボケたこと言ったら何言うてんのあんた言うてんな、昭和の夫婦漫才のような。いや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 、そのぐらいおもろいわ君ら。まあ、でもブラシはね、そのテレビに慣れてきてもだんだん最近目で訴えてくるから、言えよお前、言えよそのあと言えよっていう、なんかもうそのあとさ、お決まりの、うん、やめろやーって言ってすっごい優しく叩くっていう、うん、なんか言うのをよく言ってもらってるけど忘れがちなんです、はい、目で訴えてくるんです、叩けやたまに足りない時俺をどつけ。そう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 、あんなボケツッコミも手相見てわかるから。あ、わかります。じゃそれも見てほしい。でも別に漫才師じゃないんですよ。そう、確かに
ないんですが、うん、まあちょっとボケツッコミも見てほしいし、相性が合うかここも見てほしい、はい、じゃあ一応今日は出そうです早速出そうで、一生のこといろいろ分かります。これ一生のことが分かるんですね、はいはいはい、で最近の運気のもちろん君たちのね、あの相性とかね、で最近の運気の流れ、人との相性、あとなんかこの人 A さん B さん好きな人が2人いるんです、どっちがいいですか、ああ そんなままタロットでいきますんで、ちょっとやっていこうかな、はい、それすごいなんか目が急にキラキラ、じゃあ一旦人生編見てもらおうかな。性癖まで全てわかる、悔しい、結構性癖に関して言えば結構やばいですけど大丈夫ですか、うん、はい、やばくても大丈夫です。あ、わかりました、はい、ごめん、俺まだ自己紹介してなかった、生まれは関西、生まれ関西、育ちは東ポリテキスサナポペ共和国、ちょっと、舞台は新宿5丁目、口から生まれた占い師、新宿5丁目なにき金田ロッキーです、イエーイどうしよう、あのほっとこうかな、うん、人生見てもらっていいですか、なんか、はい、もうほっといたら永遠と喋りますんでね、はい、あの占っていきたいと思います。もう早く見てください。2人ともな、二人ともな、肘こんな感じでな、ちょっと楽にして、はい、え、目線はどこですか、目を見てたらいいんですか、もうどっちでもいいですよ、目を見る、何のために目を見る、いや俺こういう時目線がこう気になるというか、あんな、この人がな、この体を表すこの生命線、両手に2本ずつあんね、日本あるってことはそれ倍になるから体めっちゃ強いんちゃう、あれこれだからエロい線でもがっつり出とったら10回ぐらいできる、あ、もうぼちぼち10回ぐらいでぼち10回ぐらいやば、あの全然10回じゃもう足りないよね、ああちょっと待ってよ、やめろや、今回お前やめろや目で訴えてくるから言えよお前、言えよそのあと言えよって、ちょっと待ってよ、全然やめろやなさい、いやいや、だから体強いいうことはね、普通の生命線、まあこんな感じでな、まあこれ普通な感じ、うん、あなたはそこまで、その代わり生命線はまあ普通やね、そこまで長くこれな、ベストはグーッ張り出してここまで手首のところまで来てる、俺はもうだってあれちゃんそうやね、ここもほらほらほら、こグーッカーブしてここまで手首のところまで来てるやろ、ほんでプラス2本目がこう、でも私もほら見てここまで来てる、ほらここまで来てる、ああでもよう見た来てるな、でもここまで来てる、ああでもでもほんまそうやわ、どこまで来てんねん、あのちょっと切れてんねんけど、あ、まあでも、うん、最終的にはそうやから、うん、めっちゃ、でも150歳ぐらいまで行きたいんですけど、こんなカーブしてここまで出てる生命線のことを俺はもう大谷のスライダー線って呼んでる、あのエンジェルスのメジャーリーガーの大谷選手の変化球、ほんでな、エロいどうのこうの言うのはな、このな、薬指と人差し指のこの間ぐらいにこう三日月みたいな線が出んのよ、これ金星帯、金星帯って書いて金星帯、通称エロ線ってやつ、ほんで中指の下ぐらいにこう出てんのは、まあまあこれちょっと変態やな、あれちゃんちょっと出てます、最悪俺あんま出てないやん、最悪ちゃうやん、だからそのな、ほんであんま出てない気がする、いやこんな感じで出てるやん、出てる、エロいわそうですか、エロいわ、で、あなたはどっちなん、ね、タチか猫かどっちなの、リバディ、詳しいですね、これだからうち、あの近いやろ、あの日本一のゲイタウンのとこ近いからなでもリバディ、どっちも行きたい、まあそれは楽しいな、男性相手でもタチと猫両方楽しめる、女性相手も楽しめる、そら人の楽しみすぎだろ、俺の3倍楽しめるやん、でも全然楽しめてないです、ここ2年ぐらいほんま、ここのとこご無沙汰、ほんとご無沙汰、ここの神社に行ってからですよ、隣の、なんかもう私はもう男とかもう諦めますって、うん、もうなんか今後一生何も誰にも愛されなくてもいいので、うん、仕事をくださいと言って、うん、で多分私はこの後また来ると思いますって、やっぱり男が欲しい、うん、その時は無視してくださいねっていうお祈りをしたんですよ、それ芸能の神さんのところでした、そう、あんな仕事が上がっとう時って恋愛下がんねん、やっぱり、でただな、無敵状態の線が出てる時ってあんのよ、その時は全部なんか動き出す、そうなんだ、でも自分その確かにその神社に行って、はい、行った1週間後にテレビ番組2つ、うおすげえな、決まってあだから、あほんでな、そんなんがな、こうあのあれちょっと出して、叶いやすいタイプってあんねんけど、お祈りしたら叶うタイプってこと、うん、そうあんな親指のこの関節が目のちょっと毛線がもうちょい伸びたらなるわな、
うん、あれちゃんもちょっとあるわな。これ仏の目仏眼って言います、うん、手のひらの真ん中のペケを神秘十字線って言います。これだから霊感強い、事故っても怪我せえへんとかな、お願いした叶うとかな、占い興味あります。占い師なる人は絶対出てなあかん。ほら、あったよ。で俺もペケもあって、仏眼神秘十字出てる人はまあまあまあお願いしたら叶います。あ、じゃあよかった。ほんでな、もうぼちぼちな、こういろいろ出だしてな、モテるやろ、男も女も来るやろ。でも、うん、そのなんかテレビ見てますとかで来たのはもう、うん、ええやん別に、嫌なのって断っちゃう。ええやん別に、なんか見られてると、俺なんか全部手出すで、もう知らん、ああ言うてもか全部なんか、なんでそのテレビ出てることによってその先の誰かに繋がろうとしてんのかなとか、なんかこのそういうこと考えちゃうんですよ。自分のこと本当に好きなのか、テレビに出てる自分が好きなのか、もしくはなんかその自分がまあ好きになってしまったら、今度テレビ出てる時にあの人見てるなって思うと、なんか自分がはっちゃけることができんくなるなとか、そういうこと考えちゃうんですよね。だからなんか自分を守るためになんかこうストッパーをかけていくというか、めっちゃ語るやん、そうなのよ。もうこの間になんか見てる点とか3つぐらいつけてもらったけど、ほんでな、2人とも面白いのが、中指の下にズドンと赤で書いてるこの運命線がきっちり出てますよ。これやること定まってんの、ほんでな、この緑で書いてる感情線の小指の下ぐらいにこう矢印が出てんねんな。これ結構べしゃれるってことやね。べしゃりの仕事がおてんのか、タレントがおてんのか、そう、それは思ってます。べしゃりとかタレントがおてんのか、合ってるんやろうなって。なんかすごい今仕事しててすごい嫌なことないですね。だからもう芸能がおてんねやろね。じゃあセックスに向いてるかどうか、セックス向いてるかどうか、もうこのエロいの出てます、体強いの出てます、はい、セックスに向いてます。でもさ、エロいのが出てます。でもさ、エロくてエロいのがあって体も丈夫だとは言っても、うん、結局顔とかそういうのでモテないとか、なんとなく、そんな仕事しとってな、これ色気にも通じるのよ。絶対必要やん、君。あ、でも結構言われてるやん、書かれてるやん、プラスエロいみたいなこと結構書かれてる。いや、それでいいやん、喜び。 いいけど、でもなんかみんなそうやって書いてご機嫌取ろうとしてるだけやろ。なんか自分が出てるからどうの、違うの、自分が愛されるよりも愛したいタイプなんですよ。ほんでな、あと見ててな、まあ、ママやの、これこんだけもう普通に、いや俺なんかからしたら、あ、言い寄ってくる人がおるんやったら行ったらええやんいう話やねんけどな、この緑色のこの感情線、二人ともちょっと意外とこのちょっと鎖状になってるというか、自分結構やばいですよね、考えすぎ。そうなの、もうなんかそういう次元じゃないかも、考えすぎってなってるもん。あとほんでこの下の方にこう枝分かれしてんのな、こういうのは、こういうのはなんかちょっと引きずってまうとか、失敗したらもういつまでも思ってまうとかな。あ、それは思うな。二人、ああこう言うといたらよかったとか、もう忘れたらええねん。調子ええ日悪い日もあったりするからな、べしゃり。そりゃすごいの出とるけれども、いちいちあんま考えすぎんようにする方が俺はええと思う。なんかブレちゃん確かになんかいつも言うたりするもんな。どうしよう、俺いいこと言えへんかったみたいな。見たらでもめちゃめちゃ普通に喋ってるやん。なんか後でお酒飲んでオンエア見たら大体いい感じなんですよ。いい感じなの、はい。でも終わった後で、なんか撮影後は最悪、うん、今日ほんと最悪みたいな感じ。でもそれなんかどうやったら直せるんですか、考えないようにする。普通に、あのストレス発散法も、それはそこはもう自分の責任になるから、まあ普通にストレス発散、もう酒飲むでもええし、忘れられることを作る。あれちゃんどうなんよ、モテるやろ、あなたもそれ言い寄ってきてどうすんの。いや、言い寄って、なんかわかんない。あるやろ、この間なんか200万円の指輪もらった言ってたよ。ほんでどうしたの。やーめろやー。ガチ汗に来た。ほんでその200万の指輪どうした、質屋に売ったの。いや、売ってないですよ。まあでもちょっとお断りはしたらしくて。ほな、もう結婚してくださいぐらい言われた。いや、もう相手にはもう結婚の相手がいる方で、あ、そう、不倫の相手になってほしい。あ、ちょっと殺すんじゃねえよ。それはお断りします。ほんでな、その不倫の話来たけどな、不倫の話やば、不倫の話やねんけどな、あのな、結婚とか恋愛の線な、小指の下の横線で見るんですけど、こうまっすぐきっちり出てるか、ちょい上向いてるぐらいやったらええねんけれども、この先が下がぐーっと下がっとったり、なんか ぐじぐじしとったり、線で出ても先割れてたりしたらあかんのよ。だから例えば25の線があんまりええの出とったら、最悪は25までちょっと恋愛悪い。で特に25でややこしいことが起きる、不倫セフレ、
なんかもう付き合ってた彼氏と別れるとかな。右手と左手で違うのが出てるんですか？両方見ます。よく右が過去左が未来とか言うけどな、俺関係ない、もう両方全部出てることがもうそのまま見ます。だからな、もう嫌だ、いいことない。誰かもあれちゃん抱いてもらっていいですか、視聴者の方。なんでそんな適当なことを言うね。とりあえず、じゃあとりあえず抱いてもらおうかな。そうだ、抱いて抱いて抱いてセニョリータ、ちょっと抱いてマトリオーシカ。いや何言ってんの。プレちゃん、これあなたが今突っ込むところやね。あれちゃん何歳、20後半ぐらいだったっけ。はい、あんまりええの出てないの、グー下がって、さしかも先2つ割れてるやろ。もうちょいセナあれやわ、これ超えたらちょっと楽なんだけど。だからこういう時に逆にな、不倫でよかったらな、楽しめるんやったらそれでええねん。なんでやねん。え、別にちょっと待って、今彼氏いないんですよ別に。うん、だからこういう時ってできへんもん、うん、あ、そういうことか。だから逆にな、あ、じゃあだから実らへんみたいな。じゃあ楽しめるんやったらな、いろんな、だからいろんな人と楽しんだらな、学べるわけやんか、うん、そんなん学んで、ええ時が来た時にこう生かせばええわけで。もう車の小浜ずのやつになるやん。じゃあ今はまだもうちょっとしばらく無理。逆に、うん、あんまり良くないから、もう逆にはっちゃけるぐらいの方がそれが今後プラスになるから。まあ要はやりまんになれと今は。あ、そういうことだから。やりまんの線ってことや、ね、やりまんの線じゃねえよ。とこの人な、ここのな、頭脳線と生命線がちょっと普通こうくっついてるやん。あなたブラスとかくっついてるし、俺もここくっついてるやろ。アレちゃんちょっと離れてんねん。ここ、こういう人はどういう人なんですか。悪く言えば KY。 あ、そうなの、うん、いや頭は悪いってことですか。いや頭悪いんじゃなしに、あんなこういう人ってな、パフォーマンス力はアイドルとかモデルさんに多いねん。パフォーマンス力はすごいねんけれども、プロデュースマネージメントちょっとかけるから、マネージャーさん、プロデューサーがおってくれたらこの人は生きるタイプ。あー、そっかそっか、うん、だからあなたがそういう役割をすればした方がいいんですね。うん、そう KY なのね。だからそこの部分な、ある意味な、アレちゃんどんな人が合うかって言ったらな、はい、起きなさい、ご飯食べなさい、歯磨きなさい、服着替えて、はい、行くよ、ちゃんと言うてくれる人な。あ、引っ張ってくれる人。そうか、そうか。あ、じゃあやめとくわ、俺はやめとくな。なんでやねん。ちゃんとその役割せえよ。ちょっとこう年上が良さそうやな。あ、そっちの方が絶対、うん、ほんで、でもさ、2人ともさ、意外とこの運命線、薬指の下のこの3本線な、これもう3つ綺麗につながる人って制覇する王様の線、覇王線言うねんけれども、はい、意外とすごいな、やっぱりぼちぼち稼いでらっしゃいますね。やめてよ、言わないの、そういうこと。全然稼いでないよ。YouTube とモデル全然、今 iPad が壊れて買うお金がないため、うん、ここでおねだりするんじゃねえよ。スーパーチャット希望。いや、はい、やめろや。あの200万もしませんのでね、誰かブラスにiPad 買ってあげてください。え、どうですか、 YouTube はうまくいきそうですか。もう別に、うん、ええんちゃう、お金の縁、そうやってやって。ほんでな、仕事の面でええ時期っていうのがちょっとあれちゃうかもしれない。仕事の面、うん、どうなんだろう。やっぱ自分芸能と YouTube こう2本立てやから、とコラムニストもやってて、うん、あのね、何歳でな大ブレイクとかいうのかな、こういうな、なんていうかな、生命線からピュッピュッピュッと縦線でんねんけれども、それがあんまり出てないな。大ブレイクしないの、じゃあ。ダメですか。大ブレイクしたいんですけど、どうしたらいいですか。だからそれは、あんな出てくるかもわからへん。普通にな、そうやって仕事回ってて YouTuber ってさ、いやいや、そんな現状には満足したくないんですよ。誰かが言ってた、現状維持とは衰退であるって。ただな、俺これは言わせてもらうけど、売れる人はやっぱりえっくい線出てるで。じゃあもうダメってこと。決まっと、もうやっぱりな、ガーン行く人は。これは違うんですか、この2つ。どれ、このどうしても大ブレイクする線を探してもらうブラス。ここ納得いかないブラス、絶対あると出てますよ。うっすらと後半もっと出てくるかもわからない。ほら、ブラス大ブレイクの縁出てるって。白人やからってそう薄いんですよ。ちょっと言い訳すんじゃねえよ。で、あれやで、もうそんなんな、タレントやったってさ、もう全く何にも回ってない子もおりゃ、書こうとすな。ここやねん、ここ、ほらない、これあるねん、これ見て。いや、上に立ち上がらないと。だからな、これな、だからヒカルくんで言うたらな、ヒカルくんで言うたらな、今から5年後ぐらいまでこの線がくっきり出てる。まあでも大ブレイクする人ってすぐ消えるからな。
今ブレイクした言うてたがな。大ブレイクは出てなくてもこの、はい、運命線の運命線ね、中嶺さんこの線2人ともズドンとできて、はい、もうエンターテイナーになってます。おしゃべりの線ちゃんと出てます。エロい線、まあ、色気に通じる線出てます。うん、でお金の3本線、お金のあり出す線きっちり出てます。はい、もう十分、はい、2人やっていけます。なんだろう、ほんでな、あとな、なんだろう、なんか納得いかないみたいな、なんだろう、アレちゃんがある意味ちょっと KY は出てるとはいえ、特にこの線、この線見てもらったらな、この2つが離れてる以外は意外と線の出方って似てるやろ、ね、うん、だからまあまあまあ、あの気は合うのよ。わかりました。はい、そんな感じで、ね、手相はもう意外とやっぱりね、いいです、いいです。いいんですか？うん、いいです、いいです。あと昔あの占いに行った時に、うん、女好きですねって言われて、うん、あ全然女好きじゃない。だからその言った時に、あ確かにホモの線が出てますって言われて。エロい線、あホモの線言うたるわ。あるんですか？あるある。ちょっと待って、私がホモの線があったらちょっと怖いよね。あるの、じゃあここ丸書いた部分、この感情の線の先っちょ3つ分かれてるやん。わかる？アレちゃんはアゲマン？別にやらん、私はアゲマンですか？やらんでもな、アゲチンかどうかよ。やらんでもな、やらんでもな、この人と一緒に仕事したらええわけ。あ、本当？あなたもある意味ちょっとこう、アゲマン、うん、アゲチンや、チン。いや、分からへんよ。3つぐらい分かれてるな、やっぱりな、うん、あなたももっとアゲマン、うん、え、アゲマンです。だからアゲ、やめろや、ここで募集するんじゃねえや。アゲケツ。タロットってあの占う人の名前イメージをこれのスピリチュアルパワーに入れて、これカメラちょっと染めてもらっていいですか？ガチでやってんじゃねえかよ、お前よ。もう放送できることないがな。ちょっと